とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日ですけども、ワイルドボーイの必殺技ランキング、行きたいと思います。必殺技、どんなものがあるか、まずは見てみましょう。ワイルドボーイは、3種類あります。まずはですね、ワイルドアクト。そして、バウンスグレネード。で、3つ目、黄昏乱れ打ちですね。どんな必殺技なのか、一度見てみましょう。それでは、まずはワイルドアクトから見ていきましょう。ワイルドアクトはですね、ボス戦ですごく役に立ちます。しかし、雑魚戦では全然役に立たないという、そういう必殺技ですね。これがね、雑魚戦でももうちょっと良ければ評価が上がったんだけどな。ちょっと残念な技ですね。ワイルドアクト。それでは続いては、バウンスグレネードですね。バウンスグレネードは結構先の方まで、届くんですけども、攻撃範囲がね、爆発するごとに発生して、そんなに広くないんですよ。これがね、全部当たれば相当なダメージになるんだけども、どうしても当てにくいっていうのが、ちょっとたまに傷ですね。バウンスグレネード。続いては、黄昏乱れ打ちですね。黄昏乱れ打ちは、広範囲に何発も弾を打ち込む必殺技になっております。範囲が広いので、ワイルドボーイの中では、一番雑魚戦に向いてる必殺技となっております。黄昏乱れ打ち。黄昏乱れ打ち。では、ワイルドボーイの必殺技ランキング行ってみましょう。必殺技第3位は、バウンスグレネードですね。一発一発のダメージは悪くないんですよ。悪くないダメージを与えるんだけども、範囲が狭すぎて、広いんだけども狭いのよ。同じ敵に大量にダメージを与えようと思うと無理なんですよね。なので、ちょっと使い勝手が悪すぎる。第3位ですね。間違いありません。そして、第2位。第2位は、ワイルドアクトですね。ボス戦ではね、すごい使います。ボス戦でもう近距離、もうひっついた状態で打つと、すっげえダメージ与えれるんだけども、雑魚戦がもう、とてもじゃないけど、使っていけない。あれがもうちょっとね、使えるようになれば、1位、2位が変わってくると思うんですけども、まあ今のところ、2位ということにしておいてください。では続いて、第1位。もうお分かりですね。黄昏乱れ打ちです。範囲、威力とも申し分ないところですね。まあ威力としては、ワイルドアクトの方が1対1では強いんだけども、まあ雑魚戦でも使えて、ボス戦でも全然使っていけるっていうことで、黄昏乱れ打ちが1位だと思います。はい。では、ワイルドボーイの必殺技の構成、見ていきましょう。これ用途によるんですよね。最初からボスが1体ポンと出るようなところでは、もうワイルドアクト3とか、ワイルドアクト4でいいんですよ。それで十分。だけども、雑魚戦が絡んでくるっていうならば、ワイルドアクトがね、ほんと使えないのよ。ほんと使えないので、雑魚戦ありきだったらば、黄昏乱れ打ちを2、そしてワイルドアクトを2ですね。それが無難だと思います。これね、もうちょっとね、ボスに使えれば強かったんだけどね。はい。まあこれが、雑魚戦ありきのダンジョンで使う構成だと思いますよ。それでは、ワイルドボーイで夜の学校行ってみましょう。ちょっと、ボス戦まで雑魚が多いので、まあ言った通り、ワイルドアクト2と、黄昏2ですね。これで来ております。ワイルドアクトは本当にね、ボス戦で役に立つ。あ、
でもこういうね2体いるやつは黄昏の方がいいよ。ボスがここを選べないからね、こういう感じになるんですけども、ほんと1対1だったらば、ワイルドアクトの強さは折り紙付きですよ。でもこう2体いたりするとダメなんだよね。1体にしか当たらないっていうあれの欠点なのよ、必殺技の。ワイルドアクト危ねで、防御力がそんな高くないのでちょっと注意だよね。まあ遠距離系は大概そうだと思うんですけど、防御力低めなのでちょっと注意して戦っていかないといけませんね。よっしゃ、あーそっちに当たった。ワイルドアクトの弾がね貫通していってくれれば違うんだろうな。あれが貫通すれば相当強いと思うんですけどね、貫通しないなんて。よっしゃ、1回目終わり。じゃあ1対1になると、あっやばいやばい、ブースカーだった。1対1のワイルドアクトはもう任せておいて、あそがれ、たそがれもまあそこそこいきますね。よし、でもワイルドアクトの方が断然いきます。多分7万8万ぐらいダメージいきますよね。じゃあ、おっと、ローリングスクリューあたりが出たのか。はい、まあそうね、ワイルドアクトがもうちょっと強化されればいいな。はい、ということで今日はワイルドボーイ使ってみました。強いんだけどね、強いんだけども、やっぱりねワイルドアクトを強化してもらわないと、今現状では率先して使うキャラではちょっとないかなと思いますね。まあ今後に期待のキャラクターとなっております。では他にもね、12体の妖怪ヒーローがおりまして、そのランキングも出しております。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。